わあ、剣士のおじさんじゃないか。まるで怪物に食われて吐き出されたみたいな格好だね。身なりを整えに来たのかい？いい男は足元からって言うだろ。靴を出しな。聞きたいことがある。またかい？どうぞ。言論の自由を信じてるから何でも話してあげるよ。でもおしゃべりの間に靴がきれいになったら一石二鳥だと思わない？今は靴を履いてない。だがそういうことなら履いた方がいいな。私もお言葉に甘いよ。靴は自分の魂と同じくらいきれいにしておくべきだと友人がよく言っていた。きれいな靴はきれいな心から。いい言葉だね。フロックコートを着た男に手紙を渡したはずだ。思い出せるか？ああ、もちろんさ。若いから覚えたことはトラバサミみたいに話さないけど、もしこの情報で金を取ろうと考えてるならやめておけ。その手紙は誰から受け取った？物乞いたちが持ってきたんだ。物乞いか。どんな奴らだった？何人いたんだ？4人だ。1通ずつ別のやつだった。4通だけ？5通ではなく？数ぐらい数えられるよ。他に覚えてることは？その物乞いたちに共通点はなかったか？なかったよ。みんな違ってた。左右違う靴を履いてるやつ、靴自体履いてないやつ。あ、そうだ、全員家がなかった。小僧、俺の我慢もそろそろ限界だぞ。真面目に考えろ。そいつらの見た目は？覚えてるよ。トラバサミみたいな記憶力だって言ったろ。みすぼらしくてヒゲは伸び放題、服はボロボロ、もちろん靴も。まあさっきも言った通りだね。ゲラルト、私からも質問させてくれ。なあ君、また磨き粉を大量に作ってやってもいいんだが、そのためには知ってることをみんな教えてくれ。その物乞いたちはどこにいる？施設じゃないかな。どこにある？誰でも知ってるよ。すぐそこだ。階段を上って右だよ。ありがとう、手間をかけたね。施設に行ってみよう。中を見てみないと。あら、寝泊まりしたけりゃよそ。お前は何か用か？話がしたい。こいつらに何を言っても無駄だぞ。話そうとしたが口が疲れただけだ。他の方法で分からせてやる。旦那方、お願いだから落ち着いて。飲みだらけの流れ物を連れてよそ行け。じゃなきゃ全員叩き出してやる。もう我慢の限界だ。これ以上ここを悪臭のするゴミのたまり場にされてダメか。消えろ。ここは品格ある市民の町だ。品位のある市民と言ったな。自分たちのことか？なぜだ、そうじゃないとでも？ああ、まったく。聞いたか、アルトは。我々を侮辱したぞ。我々の土地で。君、我々は少し離れていよう。私の友人がこの不幸な行き違いを収めてくれるはずだ。腹が破れるかと思ったよ。話は終わりだ。助けてくれてありがとう。話し合って説得したかったが、あんたたちが来なければあざだらけになるまで殴られてたところだ。心から感謝するよ。何が目的だったんだ？近所の住民だよ。ここの人たちを連れて施設ごとよそへ行けと言ってきた。物乞いを助けるのが気に入らないらしい。よそへ行くのは構わないさ、行くところがあればね。ところで何か困ったことがあってきたんだろう。今度はこっちが助ける番だ。知りたいことがある。ガールス通りの靴磨きのことを話してたやつはいないか？靴磨き？
あの厄介な少年か。知ってるよ。ここの収容者の中で最近彼に会ったものや会う予定のものを探してる。申し訳ない。そこまで分かるほど親しくないんだ。でも少し待っててくれ。もうすぐ食事を食べに集まってくるよ。彼らに直接聞いて回るといい。ありがとう。お言葉に甘えて待たせてもらおう。みんな、力を貸してくれ。スープを配る前に話がある。この二人の紳士が君たちに聞きたいことがあるそうだ。よく聞いて手短に答えてほしい。もったいぶってるとスープが冷めてしまうだろう。それは困るよな。最近この中の4人が靴磨きに手紙を届けたはずだ。そこまでは分かってる。誰か彼の言ってることが分かる者はいるか。いるなら何か言ってくれ。ロメイン、話せない。みんな手紙のことは言うなって言われてる。約束したんだ。話しても大丈夫なんだロメイン。手紙を受け取って届けたんだな。それでいい。ありがとう。他にはいないか。俺も手紙を受け取った。靴磨きに届けたんだ。それにフレッシーも一通届けたはずだ。やつはここにいないから話は聞けないけどな。俺はまだ手紙を持ってる。聖バーナバス祭の2日後に届けろって言われたんだ。公爵領全体に関わる重要なことなんだ。それを渡してくれ。さもなくば奪わなければならないけど、自分で届けろ。他の誰にも中身を見せるなって、あの女がそう言ったんだ。恐ろしい剣幕でさ。親切で誠実な人の言うことこそ聞き入れるべきだ。彼らはさっき私を助け、ここにいるみんなを助けてくれた。その女性に脅されたというなら、彼女に約束したことは守らなくていい。そうか。なら持っていきな。どうせ靴磨きには会いたくなかった。あの辺はいつもぬかるんでるしね。なんだ、本当にもう一人の名前は。自分で読んでみろ。おやおや、さすがの私もこれは予想外の事態だ。今度の標的は公爵だ。どうやら我々はまだシアンナを見くびっていたらしい。デトラフは文字通り彼女の胸を引き裂いて心臓をえぐり出すはずだった。先に首を折ることか。なんてこと。パズルが完成したわけだ。悲しいよ。好奇心を刺激してやまない難問は消え、信じがたいほど陰鬱な真実が残った。我々はトゥサン君主の暗殺計画の証拠を見つけてしまったんだ。公爵がデトラフの最後の標的だった。シアンナは初めからこれが目的だったんだ。その通り。それが論理的な結論だ。最初の4人は無差別に襲われたようで、実は騎士の美徳に関係があり、怪物が悪を成敗する存在だと民衆に印象付けたわけだ。その一方でシアンナへのつながりを覆い隠せた。実際彼女は自分が憎い者を順番に殺していただけだ。公爵は最後に残して。もしこの計画が成功していたら、誰もあんなヘンリエッタが狙われた理由を疑問に思わないだろう。罪への罰として殺されたと思うだけだ。公爵はその非情さを人々に知らしめていた。慈悲深さに欠けていると言えるだろう。シアンナはなぜ実の妹を狙ったんだ。妬み？権力を奪うため？生まれ持った邪悪な性格のためか。ああ、どれもありそうな理由だ。それらの組み合わせでも筋は通る。シアンナの動機は想像するしかない。とにかくもう公爵に危険はない。そう思って間違いなさそうだな。シアンナの死は公爵の唯一の天敵の死だったわけ。今のところ彼女は安全だ。君主には珍しいことだな。はあ、これからどうする。
飲もう。もちろんお前がウィッチャーの責務として公爵にこの事実を伝えるというなら別だが。これはアンナ・ヘンリエッタに知らせた方がいいだろうな。好きにするといい。私はマンドラ・ゴラシュでも飲みながらメール・ラシエゾロングで待っている。一緒に来ないのか？行かない。デトラフがこの町を恐怖で包んだ後では、そしてシアンナの死の後では、私が宮殿に行くのは愚かな行為だろう。そうかもな。ではまた後で。宮殿に行く前にアンナ・ヘンリエッタが町の墓地にいないか確かめに行った方がいいぞ。最近は姉の墓の前で時を過ごすことが多いようだ。ここで何をしている？忘れたのか？お前は殺すべき殺人鬼を見逃し、公爵の姉君を見殺しにしたも同然なんだぞ。必要がないならここに来ようとは思わなかった。だがあんなヘンリエッタが興味を持ちそうな情報がある。悪いが、お前の言葉は信用できんな。シアンナがあの殺人鬼に宛てて書いた手紙がある。うん。よし。入れ。だが公爵閣下がどうなさるかは知らんぞ。公爵家の墓所で姉君のために祈っておられるレッテンホーブ子爵がご一緒だ。いいかい、アナリエッタ、絶望は嵐の空のようなものだ。いつかは太陽が厚い雲を晴らしてくれる。殺されたのが自分のお姉様じゃないからそうやって言えるのよ。こう見えても今までの人生全てがバラ色だったわけじゃない。姉がいないから姉を殺された経験こそないが、その大切でない人ならたくさん失った。閣下、よくもここに来られたものですね。あんなことをしておいて。まあまあ、ゲラルトにもよほどの理由があるはずだ。そうだろ、ゲラルト。お咎めは当然ですが、先にお耳に入れたいことがあります。シアンナは卑劣で危険な女でした。私の姉に何を言うの？何様のつもり？ボークレールの怪物の調査を依頼された者のつもりです。姉君があの殺戮者に宛てた手紙を発見しました。本当か？それは重要な情報に違いない。あなたが読んで、ダンデリオ、読んで聞かせて。今度の標的は公爵だ。アンナ・ヘンリエッタは情けを知らない。あのいてついた女の胸から氷の塊をつかみ出すのが今回の使命だ。姉がそんなことを書くはずがないわ。証拠があります。そんな、いえ信じません。何者かが姉に汚名を着せようとしている。その手には乗りません。まあまあ、アナリエッタ、そんなに取り乱さないで。そのおぞましい手紙を燃やして。わかった、誰も読めないようにして。未来永劫、永遠によ。ああ、わかった。それからあなたは出て行って。全部あなたのせいよ。消えてったら二度とその顔を見せないで。
お姉様がそんなことをするなんて絶対に信じない。ダンデリオン、この男に言ってやって。そんなもの汚い嘘に決まってるって。ゲラルト、頼む、もう行ってくれ。公爵は一人で落ち着かないと。聡明なる公爵閣下との会話は弾みはしなかったよ。あらゆる表情をまるで万華鏡のように次から次へとお見せになられてな。暗殺を企む姉から救ってくれたお前に飛びついて感謝の言葉を浴びせたりはしなかったわけだな。その通りだ。だが無理もない。運よくダンディリオンがその場にいて少しは彼女をなだめてくれたがな。知っての通りシアンナは嫌いだった。しかしそれでも彼女に対して後悔はある。お前はシアンナの最後を今でも思い出して胸を痛めたりするのか？ああ、今でもな。そうか、飲むとしよう。お前たちはもっと複雑な生き物だと思っていたぞ。酒を飲んで悩みを吹き飛ばすなんてお前にしては単純すぎるやり方だ。簡単な話だ。悲しいことに世界には酒以外のどんな薬も効かない苦悩がある。これでボークレールは安全だ。ただ一つだけ心配の種がある。デトラフだ。あんなヘンリエッタはまだ狙われると思うか？いや、彼はシアンナとの関係に終止符を打った。自分の意思でそうしたんだ。もう彼が他の誰かを襲う理由はない。ボークレールにとどまる理由もない。だといいがな。もし俺が奴の立場ならこの地を離れたくはないものだ。こんな美しい場所をな。究極の方向だな。はじめは優しく、徐々に強く、最後は強烈に主張する。そう思わないか？それが分かるほど舌が肥えてない。それなら少し勉強を始めた方がいいな。コルボビアンコのブドウ園を手に入れたんだろう。ところでお前に贈り物がある。ナイトテーブルの上に置いておいた。うん、ありがとう。何をくれたんだ？つまらないものさ。しかし変異誘発剤がいるときに役に立つ。さて、ちょうど話題に上ったから聞くが、ブドウ園をどうするつもりなんだ？剣を置いてブドウの栽培を始めるのか？正直に言おうか、悪くないと思ってる。笑うなよ。今日明日の話じゃないんだ。いつかそんな暮らしもしてみたいと思ってな。毎朝自分のベッドで目覚める暮らしを。やめてくれ。あまりに感傷的で牙が痒くなる。それで農場で自伝でも書きながら悠々自適か？ダンディリオンみたいに。あの夜を思い出すな。ここからそれほど遠くない洞窟の中で、外は猛烈に吹雪いていた。覚えてるか？当然だ。ビルジフォルツからシリを助ける途中だった。ビルジフォルツの件はあまり思い出したくないがな。初めてボークレールに滞在した時は今回よりずっと穏やかだった。あの頃はまるでおとぎ話が現実になったような国だったな。地下室が小さくてワインが入りきらないという問題はあったが。似てくれはな、ゲラルト。マミューンやドップラーと同じで、見てくれは変えられる。それでビルジフォルツはどうなった？倒した。もちろん簡単ではなかったがな。
それでこれからどうするんだ。デトラフを探さねば。彼を助ける、それほどの恩があるからな。明確な掟で決まっている吸血鬼の絆、いいものだ。皮肉のように聞こえるが本気だ。ああ、なんだか動きたくないな。もう少し休んでいかないか。そうしよう。私たちは多くの重大で深刻な局面を見て、時には巻き込まれてここにたどり着いた。この騒ぎの後だ。少しは休息が必要だな。その通りだ。